今日はこのサンマスク使い方というか、まあ、あの着こなし方ですね。僕はサンマスクは使わないときはこういうふうにはめてて、まあ、ちょっと手を動いたらチチッてこう拭いてます。でサンマスクですね、まあ、あのこの縫い目がこうあるじゃないですか。縫い目をこう持って縫い目がこの後ろに来るようにして、ね、首まで入れて、で首やっぱりねかっこよくねサンマスクもしないと、ちゃんとシャツの中にこう入れてですよ。こうすると今鏡がないから分かんないけど、なんかこうちょっとスカーフはめてるみたいじゃないですか。でサンマスクはこれが第一形態ですね。こんな感じです。でもここも日焼けするんですよ、この耳元。だから本当はこの耳まで覆ってね、でここもちゃんとこう整えてあげて、こういう感じです。これが正しいです。これがサンマスクで、帽子をこうかぶりね、こんな感じです。そうするともうほとんど覆われるじゃないですか。この 目元だけですよ。目元は、まあ、釣り人だったらサングラスをねはめると思ってこうはめたらほとんど覆われてますかね。鏡を見つけてこんな感じです。でこの帽子がない場合どうするかです。帽子がない場合はこうかぶってこうかぶってこうしてることが多いですね。うまく調整してでサングラスをこう中にはめる。どういう風に映ってるんですかねこうよくねオーストラリアとか本当に日差しが強いところはこうしてることが多いですね。であとは髪の毛長い人なんかこういう風にね帽子にすることもね、まあこれはファッション的なところが大きいかな。僕も髪の毛が短いことが多いからこういう風にすることはないですけど、給食のおばさんみたいになってないですかね給食のおばさんみたいになってますかね。サングラスかければ大丈夫かな。サングラスをはめた給食のおばさんまあいろんな使い方があるんで、まあ自分でアレンジしてもらえればいいけど、もう暑いところに行くときはこのサンマスクをこう首元にしてるだけでもいいです。そしたらここがね結構日焼けするんですよ。このうなじのあたりここを守ってくれるんで、で本当に暑かったら日焼け心配だなと思ったらこうつければいいじゃないですかね。で帽子をかぶれば顔はほとんど日焼けしないですね。はい、ということでサンマスクでした。